やりたいですからね、お芝居好きなんですもんね。大好きです。ですよね。じゃあすみません、それをせっかくだから、はい、全力で、はい、リスナーの方のリクエストに答えていただきたいので、ラジオネーム黒猫ワトソンさんからいただいたこちらなんですけど、はい、今度はもっと大人になっていただいていいと思うんですよ、はい、もっと大人になっていただいて、18歳、今まで割と、はい、なんか女の子として恋愛とかに憧れていて、18歳になり、大学に入って初めて男性とこうお付き合いをしてしまったと、で、まあ、相手のことも見えてはいるんだけれども、はい、なんだかんだ言って今私誰かの彼女みたいなことにテンション上がってる、女子になっていただきたいと思うんですね。あ、なるほど。なので待ち合わせ5分後、もう会ってます、待ち合わせ5分後なんですけど、向こうが普通に手もつながないで歩こうとしているところに、後ろからちょっと勢いよく腕に、相手の左手にこう言っていただきたい。ディレクションがもう細かい、こう両手でこうキュッて掴みながら、だから、富山さん身長何センチですか？152です。ちょうどいい、その身長のまま、151です。151、人間ドックに行ったら縮んでることが分かりました。人間ドック、意外に現実的なセリフが出てくる。すいません、151、2の女子として、はい、相手が173、4ぐらいの男子のところにこう言っていただきたい。はい、よろしいでしょうか。それをやりながら、はい、このセリフを言っていただきましょう。では大学1年生の富山直さん、どうぞ。彼女になったので、もっと甘えてもいいですか？やった！こういうの！やったー！こういうの！こういうの！やったー！我々が求めているのは、こういうことです。おー！じゃあちょっともうちょっとそういうのいこうかな。もうちょっとそういうのいこうかな。じゃあ、もうちょっとそういうのを、ですね、今のは割とほら、余裕がある幸せなやつじゃないですか。はい、幸せでしたね。じゃあこちらはラジオネームソーリンさんからいただいたこちらなんですけど、はい、ね、そのね、でもそれとはまた別の女性でしょう、きっと。はい。でも意外と、この割と大人っぽいです。22歳からさ、22でいきましょう。うん、22歳の、女性で、でもすごいもう2年ぐらい付き合ってる彼氏なんですけど、突然連絡がつかなくなったんですよ。で、連絡がつかなくなったのは単に携帯が壊れただけで、でも彼氏は1週間、海外行っちゃってマジ連絡つかないんですよ。うわ、心配ってなって、でもある日、まあもうそんな残念ながらもう一緒に暮らしてますよ。なんで俺残念だったのかよくわかんないけど、残念ながら一緒に暮らしてるところに不安不安って思ってたら、ごめんごめん携帯壊れちゃってさって言って、帰ってきたところで、でもその時に本気で向こうのことを心配していたので、そのテンションと裏腹に向こうがの玄関のドアのところタタタタタタって言って、バンって言って、向こうの胸のところを掴みながら、半泣きで言っていただきたい。はい、わかりました。それでは、1週間本気で、心配し続けた、遠山さんが、彼氏を玄関で迎えます。どうぞ。端っこのところを燃えさせてギュッと持って、はい、手前でこうやってギュッてやってるのは、はい、何ですかそのリアリティ何ですかそれは。いや、最後に、はいはいはい、バッカーのところで、はいはいはい、胸に、はい、顔をうずめようと思って、はいはい、その服でこう男ってなってる感じを表現しようと思って吉田さんへの、燃え袖 アピールではないではなく、わかりますけどそれは僕もわかりますけどなんだろうこのリアリティと思ったんですよ。ご視聴ありがとうございます。別のチャンネルでも声優さんの面白エピソードを毎日上げてます。リンクは下の説明欄にあります。やりたいですからね、お芝居好きなんですもんね。大好きです。ですよね。じゃあすみません、それをせっかくだから、はい、全力で、はい、リスナーの方のリクエストに答えていただきたいので、ラジオネーム黒猫ワトソンさんからいただいたこちらなんですけど、はい、今度はもっと大人になっていただいていいと思うんですよ、はい、でもっと大人になっていただいて、18歳、今まで、割と、はい、なんか女の子として恋愛とかに憧れていて、18歳になり、
大学に入って初めて男性とあのこうお付き合いをしてしまったと、うん、でまあ相手のことも見えてはいるんだけれど、151、2の女子として、はい、相手が173、4ぐらいの男子のところにこう言っていただきたいと、はい、よろしいでしょうか。それをやりながら、このセリフを言っていただきましょう。では大学1年生の富山奈央さん、どうぞ。彼女になったのでもっと甘えてもいいですか？やった！こういうの、やったー！こういうの、こういうの、やったー！我々が求めているのは、こういうことですけども、はい、なんだかんだ言って今私誰かの彼女みたいなことにテンション上がってる、あ、女子になっていただきたいと思うんですね。あ、なるほど、なので待ち合わせ5分後、うん、もう合ってます、うん、待ち合わせ5分後なんですけど、向こうが普通に手もつながないで歩こうとしているところに、後ろからちょっと勢いよく腕に、相手の左手にこう言っていただきたい。ディレクションがもう細かい、こう両手でこうキュッてつかみながら、だから、ね、富山さん身長何センチですか？152です。ちょうどいい、その身長のまま、151です。151、人間ドックに行ったら縮んでることが分かりました。人間ドック、意外に現実的なセリフが出てる。すみません、100つかないんですよ。うわ、心配ってなって、うん、でもある日、はい、まあもうそ、残念ながらもう一緒に暮らしてますよ。おー、 なんで俺残念だったのかよく分かんないけど、残念ながら一緒に暮らしてるところに、不安不安って思ってたら、うん、ごめんごめん、携帯壊れちゃってさって言って、帰ってきたところで、でもその時に本気で向こうのことを心配していたので、うん、そのテンションと裏腹に向こうがの玄関のドアのところタタタタタタって言って、バンって言って、うんうん、あの向こうの胸のところを掴みながら半泣きで言っていただきたい、うんうん、はい、わかりました。さあ、それでは、1週間本気で、心配し続けた、遠山さんが、彼氏を玄関で迎えます。どうぞ。じゃあちょっともうちょっと、もうちょっとそういうの行こうかな。もうちょっとそういうの、あ、じゃあ、もうちょっとそういうのを、ですね、今のは割とほら余裕がある幸せなやつじゃないですか。はい、幸せでしたね。じゃあこちらはラジオネームソーリンさんからいただいたこちらなんですけど、はい、ね、そのね、でもそれとはまた別の女性でしょう、きっと。はい。でも意外と、この割と大人っぽいです。22歳から、22でいきましょう。うんうん、で、22歳の、女性で、うん、でもあのすごい、もう2年ぐらい付き合ってる彼氏なんですけど、突然連絡がつかなくなったんですよ。で、連絡がつかなくなったのは単に携帯が壊れただけで、でも彼氏は1週間、うん、あの海外行っちゃってマジ連絡